まあ、中国の中で、まあ、ユダヤ左派勢力って、まあ、質問ではですね、ユダヤ左派勢力っておっしゃってるんですが、例えばアメリカのウォール街、オールマッチね。金融オールね、マッチ。ああいうところとつながっている中国の勢力、まあ、ディープステートとか言われてるんですけども、そことつながっている中国の人たちというのはやっぱりまだいるんでしょうか？オリマス、今現在ね、大きいじゃん。ここから福州市は、ウォール街のお金持ち、ウォール街の資本家、ウォラで支配しますよ。中国大きいじゃん、政府ね、習近平政府。でも、ウォール街は最近変わりました。もう、同じ、共産党、中国政府と付き合いと結構、だいぶ変わりました。昔よくね、騙されて、中国政府を応援しますと、最近、ぼしぼしで変わりました。まだこれから、アメリカは、例えば、今、中国の南シナ海あるの軍事基地、爆発したら、世界中、ね、どの国も、中国共産党体制のイメージ、これからみんなが変わります。これから変わります。まず皆さん今見てるから、中国共産党内部の戦争で、もうこれから中国経済ダメになります。経済崩れます。それでたくさんの中国国内あるの外国企業は、外国の会社は、みんな他の国にね、行きますと。もっと中国対するイメージ変わります。ウォール街も同じ。そこは、もうそろそろね、そこは同じ変わります。特に大きいじゃんのことは、中国共産党、武漢肺炎事故団の真相、事実、もうこれから発表します。発表して後で、全世界一気で共産党裁判します。これからアメリカトランプ大統領が真相を皆さんに公表します。まあ、もっと変わりますよ。ウォロマシ、ウォロ街、同じ、これから変わります。